はいレオンチャンネルです今回紹介するのはこちら食玩コンバージ仮面ライダー8です はい、もう今月に9段が発売しますけど、なぜかまだ8段を開けてませんでしたから、一気に開封しましょう。とりあえず今回もボックスで買って、ラインナップとしては、仮面ライダーブレイド、そしてブレイドがもう1個あるかと思ったら、まさかのジャックフォーム、これが普通に入ってて、ということは今後キングフォームも発売するということですよね。で、さらにアマゾンからアマゾンオメガがあって、2機のアマゾンニューオメガもラインナップ されてて各1ずつで結構いろんなものが入ってるんですよねでフォーゼのベースステイツが2個で仮面ライダービルドから海賊列車これも2個入ってて さらにビルドのパワーアップフォームのラビットタンクスパークリングこれも2つ入っておりますとりあえず今回のシクレ枠っていうとビルド系はなさそうなのでそう思うとフォーゼは何なんだろうな造形を変えずにシクレっていうと一部武装が変わっているとかそういうやつなのかそもそもフォーゼにシクレがあるかどうかわかりませんがとりあえず全部一気に開けましょう コンバージも最近サイズが大きくなってすごくかっこいいですよね、見た目も。はい、まずは、ブレイド。初期の仮面ライダーコンバージより数ミリアップして高さが、より見栄えが良くなりましたよね。で、この標準のフォームプラス、まさかのジャックフォーム。これが、シクレ枠とかじゃなくって普通にラインナップされてるのがすごいですよね。いつも通り台座も入ってますし、ジャックフォーム本当 プラスこれを装着すればオッケーと塗装も細かいなで、はるかアマゾンオメガとニューオメガが同時ラインナップとか僕得すぎるんだけどはい、まずは普通のアマゾンオメガでかっけーもうね、武器とか何もいらないよねこのまま飾ってもうそれで完成形っていうぐらいのちょっと複眼が 長細い感はありますが、いやいや、いいよ。で、このニューオメガは、 オメガからアーマーをプラスしてる造形ですから、バイザー部分にクリアパーツとか、半分未完成のメカ造形とか、いい感じに再現されてるね。ベースはオメガなんだけど、アーマーが多いから、あんまりね、ベース造形が共通してるって感じられませんよね。そういえばアマゾンズ関連も映画が5月公開で決定。 して本予告ももう配信されてましたがチラッと見ましたけどもうアルファとオメガが戦うといいかと思ったら結構なんか壮大なストーリーになりそうな感じそしてベースステ、えートとシークレーあ もしかして、ちょっと待って。前後の場所入れ替えちゃったかなだいたいこういうシクレ枠って前の方に入ってることが多いので、ロケットステイツじゃん。え、こんなシクレ枠にしていいの普通にプレバン行きなような気がしますけど、すご腕部分オール新規造形じゃん。でもあ、そっか。顔とか体はベースステイツのまんまだから、そこまで大幅にコストかかってない。 ことないよね。ここのロケット造形とかすげーロケットステイツは読めないわ。普通にベースステイツに何か装備追加とか、そういうシックレなのかなと思ったけど、ベースステイツ。ベースステイツもほんとさ、た、最初登場した時はどうなのって思ったけど、数年経つとね、普通に宇宙服ライダーかっこよく思えますよね。あと2個ずつ入ってるビルドは、 シクレがなくって普通にラビットタンクスパークリング。おお。最初のラビタン同様にちょっと渋めの色ながらも本編っぽいね。この強めのメタリックいいよね。でも色分けが相当細かい分結構塗装はみ出てるな。え、これ個体差もう一個の方の塗装とかどう ああ、いや、はみ出てるね。これはしょうがないのかな。でも普通にね、ここまでちゃんと色塗ってあるのがすごいですもんね。省かないところが、さすがは1個500円のコンバージ。そして、仮面ライダービルドの海賊列車。はい、そしてもう1個も海賊列車。武器は付属なし。 では、各ライダーを確認しましょう。まず、いつも通り台座がついてて、足の裏側にジョイント穴がありますから、ここにブスッと差し込むことで、綺麗にディスプレイすることもできますし、普通に自立も OK ですから、これをなくても、ライダー単体のみで飾ることができますね。まずは、仮面ライダービルド、海賊列車フォーム、ぐるっと見回すところで、ベストマーチの中でも特に目立ってるフォーですから、今回の商品化すごくいいと思いますし、海賊列車といえば、 すでに、リミックスライダーズでも発売されておりましたが、こうやって見ると価格差200円がよくわかりますよね。コンバージは前行も高くって、色分けのメタリックも強くって、さらにプロポーションがいい。そしてこれあれですよね。これまで通りベストマッチアッソ。あれえちょっと待って。分割しない。あ、パーツこれベストマッチできないのえ、嘘。 これまでのビルドのラビタンとかは普通にパーツね、これ外れて、さらにラビットとタンクで分割して体とかも分解できましたが、あれそうなの今回できないのえ、マジてっきりできる体で今説明してたんですが、分割線入ってるけど、いや、 完全に同化してるね。ベストマッチ遊びできないんだ。それは意外。てっきりこっちのスパークリングとかもできると思ってたんだけど、あ、できないね。そっかそっか。できません。<laughs> なので、一応ベストマッチのこの組み合わせ固定ですね。とはいえ、全面のクリアパーツ使いとか、全く省きがない色分けとか、相変わらず完璧。この S 字ラインっていうの、プロポーションもすごいいいよね。で、腕が動いて、 で、それ以外はポーズ固定ですね。首も完全に動きませんね。複眼部分の仕上がりとかすごいな。さらに同じビルドからラビットタンクスパークリング。もともとこれはかなり色分けが複雑なライダーですけど、ぐるっと見回すとこうで相変わらずラビタンと比べても色の発色いい感じですね。赤とかはさらに明るめになってるかな。なので本編イメージ に相当近くてちゃんとラビットとスパークリングの複眼部分もはじけた感じになってますしここにラビットタンクスパークリングもはまってますね結構頑張って色が塗ってあるんですけど顔周りのこの辺はみ出てたりとか胸の部分のギザギザがちょっと。 エッジがかかってなかったりとかしますが、これは個体差とかではなくて、もう一個入ってたラビットタンクスパークリングの方も、まあ、こっちは逆に顔が、 綺麗なんですが、胸の色分けがちょっと下手くそかな。あと、複眼の輝きが微妙に違う。こっちの方が少しクリア感強いですね。まあ、どちらにしろめちゃくちゃかっこいい、コンバージのラビットタンクスパークリングが入っておりました。ちなみに、総動のラビットタンクスパークリングもすごいかっこよかったんですけど、こう見ると、肩周りの白ラインとかが省略されてるのがわかりますよね。コンバージめちゃ頑張ってる。 そして個人的にラインナップが相当嬉しかった。水沢遥ことアマゾンオメガ。いや、これはいいなめっちゃ出っ張ってるしね。ちゃんとセビレとか、グローブとかブーツ部分の造形完璧で、メタリックのグリーンをベースに、 明るめの赤い副眼とか、ここのラインとか、ポインター部分のクリアパーツとか、あ、クリアパーツじゃないか。ここはメタリックか。あと、ベルト部分もね、何気に細かいですよね、色分けも。あと、ちゃんとグローブとかブーツね、光沢感のあるブラックになってて、この辺も色分け正確だなぁ。 で、はるかのパワーアップ形態の Amazon ーオメガ基本は Amazon ガをベースにそこからアーマー追加されてる状態で、ただベルトとかは大きく変わってますし、バイザー部分にクリアパーツが使われてて、いや、これも完璧でしょ。アーツ版もね、ほんとよくできてましたけど、食玩売り場で Amazon ズのパワーアップフォームが変えるとか、若干大丈夫かなっていう感はあります ね、このライダーかっこいいお父さんお母さん見たいって言ってみたら2期は特にね確実に。 トラウマになるレベル <laughs> そして、レジェンドライダーからは、仮面ライダーブレイド。ブレイドも人気ですから、ラインナップ納得ですし、ぐるっと見回すとこうで、この辺の複雑な色分けも完璧に塗り分けられてて、微妙なカラーのアンダースーツ再現までよくできてますよね。ブレイド立ち姿似合うなぁ。で、ブレイバックルもサイドにありますから、ちゃんとホルダーまで色 分けされてるとかこだわりすぎいや、これはかっこいい。ブレードの立体物って毎回顔がね、微妙に違ったりするんですけど、今回は文句なしですよね。スペード柄になってて、顔周りの情報量なんかもかなり多め。可動箇所は同じで前後に動きますし、シクレ枠でありそうだったジャックフォームが今回まさかの一般 一般ラインナップで、羽パーツが別になってますから、このようにジョイントがありますので、上からガチャッとセットすることで、仮面ライダーブレードジャックフォームの完成これが仮面ライダーブレードの中間パワーアップフォーム状態で、ラウズアブソーバーもついてますね。で、羽展開状態からの、ここのメタリックカラーもすご。で、顔とか胸は金塗装に変わってて、ここにスペードのマークもありますね。 で、同じようにブレイラーザーもセットされた状態になってて、これ引っ張っても取れませんね。通常のブレイドと比べるとこうでしっかり見た目変化してますよね。同じ1号ライダーのパワーアップフォームでも切り口が全然違いますね。さすが平成2期ライダー。 最近映画でも大活躍だった仮面ライダーフォーゼのベースステイツ。ぐるっと見回すとこうで、白い部分はオール成形色で、そこからシルバーとかブラックに色が塗られてて、明るめのオレンジの複眼なんかもいい感じ。ベルトもしっかりね、アストロツイッチ4つ造形されてますし、各箇所の色分けなんかも非常に正確ですね。 で、これも腕を動かすことができますから、上まで動かしたら一応、宇宙来たーのポーズもさせることができます。ちょっと上向きになってる気のせいかな。このポーズめっちゃ似合いますね。で、これがノーマル枠で、まさかのシクレ枠はロケットステイツ。基本はベースステイツのパーツと共有しつつ、腕だけが大きく変わってて、複眼のカラーとかね、本体カラーも変わって、 ってますがぐるっと見回すとこうで映画のメガマックスに登場したやつですよね。 で、前後に動かすことで、ポージングを変えられますし、前まで出せば、ロケットステイツで、飛んでる風のアクションも OK ってことですね。しかもこれ同じように白い成型色をベースにしてますから、オレンジ部分オール塗装なんですよね。にもかかわらず、この色分けの正確さ、すごいな。ということで、今回のシックレイ枠は、まさかの仮面ライダー4で、ロケットステイツでした。 そして結局、シークレットも含めた第8弾のラインナップは全8種類で、改めて見ると、各1号ライダー系プラスパワーアップフォームがラインナップって感じで、シークレも含めてすごいバランスが取れてますし、このちょっとサイズが大きくなったコンバージになってからは、特に見栄えが良くなりましたよね。いや、どのライダーもめちゃくちゃかっこいいけど、 割と今回ブレイド系。なんだかんだで楽しみにしてたのがアマゾンズ系だったんですが、実際見るとブレイドとかブレードのジャックフォームあたりは本当によくできてるなーって感じでした。シックレのロケットステーツはびっくりしましたね。はい、ということでコンバージ仮面ライダー8をボックス開封して、シークレットも含めた全種類を紹介しました。 このシリーズも定番系のライダーが順番に立体化されて、ラインナップが充実したおかげで、ジャックフォームとかアマゾンズ関連とか、そういうのも商品化されるようになってきましたし、商品の完成度自体も初期より上がってますから、ほんとこのシリーズは集め買いがありますよね。そして今月末にはエターナルとかサイクロンジョーカーエクストリームとかおやすさんが入ってるダブル系が一気に来るのと、クローズとかウィザードもラインナップされてますから、 シクレワークも楽しみですし、次の6月発売の第10弾も画像解禁が来てて、あ、ラビットラビットいる、あ、ローグもいるね、お、千尋もいる、で、兜からは兜ととガタクが入ってくるっていう、最新ライダー系を発売しつつ、人気ライダーもラインナップって感じですね。以上、食玩コンバージ仮面ライダー8の初歌でした。